はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時20分を回りましたね。3月は9日の土曜日でございまして、これはですね、今時期的には全然こう時期ではないんですけど、3月8日昨日デイリー新潮にこんな記事が出てましてですね、思わず読んでしまいました。米軍をパニック状態に追い込んだ凄腕のスナイパーの最後という記事でして、これは1945年のですね、6月ですね、に行われました、沖縄戦ですね、日本軍とですね、アメリカ軍の戦いの、まあ、一つのエピソードを書いてあります。時々ね、出てくるんですよね、その第二次世界大戦の日本軍とアメリカ軍のと。で、私が生まれたのはですね、昭和37年でございまして、戦争が終わって17年でした。で、まだ周りの大人にはですね、戦争に行ってきたというおっちゃんたちがいましてですね、その話を聞くようなことがあったんですけど、まあ負けた戦争ですからね、みんな口が重いですよ。私の父親もですね、軍属としてですね、シンガポールに行ってまして、終戦後、イギリス軍にですね、収容されて、ですね、半年後に帰ってきたそうでございまして、その時にですね、もうその捕虜の時にはですね、もう食べ物が与えられなくてですね、イギリス軍がなんか日本軍を恨んでいてですね、だいぶ日本軍をいじめようとしたらしいですね、そんな話を聞きました。一日に米があってこう手のひらいっぱいやったと。もう栄養失調になって大変やったという話を聞かされましたけど。まあ日本がね、アメリカに挑んでですね、負けた戦いですね、で、いろんなエピソードがあるんですけど、私がですね、子供の頃にですね、実家が古本屋だったもんですから、まあですね、その第二次世界大戦関連の本は山のようにあったんですね。片っ端から読みました。結構好きでしたから、プラモデルも作りましたね。でですね、大人になってからはですね、工人社 NF 文庫ってのがあります。水色の表紙のですね、文庫があって、これが第二次世界大戦の主に日本の戦いを書いているんですけどね。第二次世界大戦以前のもいっぱいありますけども、主に戦いなんですけど、片っ端から買って読みました。どうでしょう、もう200冊ぐらい読んだんちゃうかなという気がしますね。そこにも何冊かありますけども。もうあれですね、ブックオフで100円で売ってたから、なぜ買いましたね。あ、これまだ読んでないとかって。時々読んだのまで、あ、これ読んでへんかなってことで読み始めたら、あ、まあもう読んだやん、これ、というのでですね。だからね、どう言いましょうね。おおよそですね、大体のところはみんなですね、こう知ってるつもりやったんですけどね。世の中にはね、すごい奴がいるんですよ。何年か前、10年ぐらい前に知り合ったとあるですね、不動産屋さんはですね、ものすごくそう詳しいね、何もかもがですね、ルンガ沖海戦はねっていう話が始まるとですね、そう全部解説してくれるんですよ。何月何日の何時何分に日本の艦隊で何があって、以下、口か何かこう言ってこう言ったとか言って、そこで向こうから出てくるのは何とかでって、こっちが、あれ、取り返しいっぱいでこうしたらとかっていう解説してくれるんですよ。うわ、すごいって。その人ね、もうお年ですけど、僕より10歳ぐらいお年かな。若い時はですね、陸軍中佐の格好をしてですね、8月15日にはですね、靖国神社に行ってお参りをしてたと。で、九段会館でですね、もうなんか、催されるイベントがあってね、それは8月15日ちゃいますけど、旧軍人さんたちがこう、集ってきたところでですね、寸劇をしたりしたと。で、それの時に陸軍中佐の役割をしたとか言って。で、現役というか、陸軍中佐の経験のある人にいろいろ振り付けをしてもらったんですって、こうやって、睨み方とかって。で、その人は戦後生まれですよ。僕より10歳上ですから、昭和ですね、27年ぐらいの生まれですね、昭和で行けば。でも大好きなんですよ。だからその、用具とか全部見せてもらいましたけどね、私もちょっと扱わせてもらったりしましたけどもですね、家もいっぱい持ってますよ。そんな人おるんやな、と思って。で、そんな人もおるんですよ。だからどう言いますかね、私程度の知識というのはですね、非常に浅いなという気がしましたね。まあだからもう、なんていうか、自分ではね、もういいかなと思ってるわけですよ。
あ、なんて言いますか、そういう関連は。でも時々読んでしまって、これはデイリー新潮をですね、昨日3月8日に出ました。米軍はパニック状態に追い込んだ凄腕スナイパーの最後ということでですね、まあですね、その、まあ、あの沖縄の戦いっていうのはかなりですね、日本が苦戦を強いられたんですけども、その中でですね、一人の上等兵、がですね、敵を切り切り舞いさせたという話ですね。マブニの戦いですね。で、切り切り舞いさせた後にですね、やられてしまったという話でございます。松倉上等兵という北海道出身のですね、元警察官、うん、前職が警察官であった人がですね、大体ですね、22人米兵をですね、仕留めてですね、その進撃を食い止めたというエピソードが載っています。ですね、まあね、所詮、頑張ってもですね、まあ負けることは分かっていた戦いと言えなくもないです。あの当時のですね、沖縄の守った人たちはですね、あの牛島司令官とかですね、太田中将とかいますけどもですね、まあ本土決戦をできるだけ引き延ばすと、時間を稼ぐために我々は捨て石になるんやという覚悟で戦われたというふうに伝えられていますけどね。沖縄決戦が終わったのが6月です。で、日本が負けた、降伏しますと言ったのが8月15日ですね。その間激しく特攻作戦とか行いましたけども、最後の最後はね、もう成功突き果てたという感じがですね、しなくもないですけどね。まあ、あの本土決戦、やろうと思えばできたようです。そのためにですね、兵力を温存していたというふうに言われています。まあ、やっていたらどうなったでしょうね。かなり凄惨な戦いになったんではないかなと思いますね。相模湾と九十九里ですね、あとは九州にへの上陸作戦が考えられていたそうですけども、アメリカは絶対それはしたくなかったらしいですね。なぜかというと、沖縄なんかの戦いを見てるとですね、なんというか、もうこう日本軍って負けたからって降伏しないんですね。最後の一兵まで戦うわけでしてですね、それはもうやりにくくてしゃあないわけです。それはアメリカにとってはですね、もう戦争勝ってるやん、戦い勝ってるやん、お前ら降伏せよって言われても、せえへんっていうのが日本軍でございまして、そんな相手に戦いたくないでしょ。だからもう嫌でしゃあないから、早く原爆作れっつって原爆作らせてですね。だから本土決戦になっていれば、3発目の原爆がですね、間に合って東京に落ちたかもしれませんね。まあ、東京焼けたとはいえ、まだ人いっぱいいますからね、追っていたかもしれませんね。まあ、それをテーマにした小説なんてのもありますけどもですね、最近はね、その第二次世界大戦をですね、テーマにした映画も少なくなってですね、今の若い人はほとんど興味がないんちゃいますかね。まあ、昔々私が若い頃にですね、ハワイは遠いけどグアムは行けるっていう時代があってですね、私の年代のですね、若い女性がグアムに行ってですね、昔日本とアメリカが戦争したよねって話を聞かされて、そんなことあったん、それでどっち勝ったんとかって言ったらしいですね。まあ、今の若い人もそうかもしれませんね。日本とアメリカが戦争したなんていうのはもう遠い遠い昔のことでございまして、逆の目で見ましょう。アメリカの歴史からするとね、アメリカの歴史で今まで一番ね、強い敵、戦って外国の一番強い外国が日本なんです、実は。第二次世界大戦、主戦場はヨーロッパなんですね。どっちかというと、ドイツとソ連の戦いでした。で、最後の方にアメリカがですね、ノルマンディに上陸してとかっていう、西ヨーロッパの戦いなんですけど、あれどっちかというと、陸軍の戦いなんですね。で、一部空軍の戦いなんですけどもですね、アメリカにとっての主戦場はどこかってやっぱり太平洋なんですよ、実は。で、アメリカ海軍が歴史上最も戦った難敵、怖い敵、ややこしい敵、戦いにくい敵は実は日本海軍だったんですね。だからですね、アメリカのそのですね、あの時の海軍というのはアメリカの政府、その時のアメリカ人はもう二度と日本なんかと戦いたくないと思ったんですね。それで彼らがどうしたかっていうとですね、日本の牙を抜いたわけです。お前ら軍隊いらんって言ったわけです。アメリカはドイツにそこまで言わなかったんですね。
向こうにソ連がいるっていうのもありましたけども、でも日本はだけはですね、こいつらは二度と軍隊を作らさへんというこう思いでですね、今の憲法ができたんですよ。でもですね、それがすぐに間違いだと分かってですね、ああ間違いやったと思った時にはもう時すでに遅し、冷戦が始まっていたわけですね。で朝鮮戦争なんかはですね、アメリカがですね日本に戦わそうとしたわけですよ。ああこんだけ強い軍隊を作れるんやから、お前らもっぺん軍隊作って朝鮮行けというふうに言うたわけですね、マッカーサーが。その時の吉田首相が、何言うてんのあんた、日本には憲法があんねんと、あんたらが押し付けた憲法があんねん、そこに書いてあるやんって、この憲法変えられるようになってへんねん、なってんねんと、変えられへんねんって、そんな簡単にと、せやし軍隊なんかできへんもんって言うて自衛隊ができたといういきさつがございます。はい、まあ、一応ですね、このデイリー新潮のですね、今読みかけましたページ、面白いですよこれ、なかなか、を貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございます。